Hello, everyone. Thank you for visiting our open campus. My name is Makoto Kurata. I'm your navigator. And uh, I was born in Hyogo Prefecture in 1957. So, if you're good at mathematics, you can figure out my age very easily. I'm pretty old, but the, I, I like to believe that I'm young at heart. And welcome to my sample lesson. はい、えー、っと今日の外大流英語学習法を担当しております目から鱗の英語の発音という形で今日やらせていただきたいと思いますけどもまず皆さん方にちょっとこの絵表を見ますけども、えー、っとお知らせしておきたいことなんですけども、えー、今日のオープンキャンパスの特設サイト内の y o u t u b e ライブタイムテーブルの私の欄のところに資料はこちらというところがあります。そこから、えー、今日使う例文の 大役の表を載せておりますので、どうぞ皆さんの学習の一助にしてください。それからお好きなページはどうぞ、えー、社名を取ってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい英米語の口と舌と、TOEIC。海外に行かなくても発音はできるんだということを、えー、皆さんにお話したいと思います。はいまず TOEIC、ね、のね資料を使うわけなんですけども、えー、まあ 著作権上の理由で実際のものを使うことができませんので実はこの本ですね統一テストの12冊の公式問題集の問題を徹底分析してそれにできるだけ似せるような形で作ったテキストです。こちらの方の例文を使わせていただきたいと思います。はい ではまずねいいお手本がありますのでちょっとお聞き,きたいただきたいと思いますいとしのエリーズというねグループの東亜さんというボーカルの方がいらっしゃるわけですけどもこの方が見事な桑田節のコピーをされています。一回聞いいてください 申し訳ないんですけども、えー、どうでしょう。えー、普通に歌うと胸に胸に残る愛しい人ようなわけですけども、東亜さんまたは桑田佳祐さんが歌うと、えー、胸に残る愛しい人よというね、えー、このシーンが耳に触るわけですね。これはこれが実は英語の発音なんですね。はい、それをやっていきたいと思います。 はい早速いきますね。はいまず T の発音。皆さんが発音されると take T town term なわけですけどもね先ほどの itoshi hitoyou のとこですね。実はまあまああの日本語にないことはないんです。えー、ただちょっと古いんですけども、えー、時代劇に出てくるような江戸っ子のね何言ってやがるんだというね、えー、このセリフをね、えー、江戸東京弁江戸弁で言うとこんな感じになりますよね。Tian de Day これを利用すると英語の「T」の発音きれいに出ます。やりますね。はい、今まで「Take T Town Term」が「Take T Town Term」「Tom went to Tokyo by train」になるわけです。ね day です。いいですね。それから「K」の発音もそうですね先ほどの「胸に残るで」で、ね、あれでいいんですけども、えー、もう一つやると、まあ、江戸っ子の、ねえー、まあこれも時代劇に出てくるよね江戸っ子でしょうね。帰ってくれ

はい、P の発音ですね P の発音も、ね、日本語でいろいろ考えたんですけどなかなか出てこなかったんですが、まあ、これがいいかなと思いますのがパーティーの最初で盛り上げる時のセリフパッとやりましょうパッとやりまししょょうパやりうこの音をやると英語の破裂の P になりますので、ね、これでやると今までは、ね「パイプパウチポイントプレイスプリーズ」が「パイプパウチポイントプレイスプリーズ」「ピーター・パイプー」こんな感じになるわけですね。はい だから W の音を今日ね、えー、まあ半ボインと言われる、ね、W の音なんですけどもなかなか日本語にはありませんで日本人はこれ「ううう,う」と発音してしまってます実は「う」じゃないんですねこの唇を「ウってつぼめて頂い,いてそこから一気に「わ」って広げる、ねえー、日本語でど,どういう時に使うのかなといろいろ考えたんですけども先生に「はい今日はみんな抜き打ちテストだよ」って「うわこういうふうなね 音に近いかなと思いますので、それでやってみてください。行きますよね。はい、今まではワックスウェイウォークウーマンだったわけです。はい、ウーマン違います。はい、こんな感じです。ワックスウェイウォーク woman woman のわけです。ね、よろしいですか？うわ、このね。音を忘れないでくださいね。はい、次じゃあ。 実際にネイティブスピーカーアメリカ人イギリス人の順番で流しますので、えー、どうぞ聞いてみてください。アメリカ人のの発音の方ががちょっとね、ね。ね。強いでですす、ねね、こんな感じです、ね ね、よく、ね、皆さんねアメリカ人が、ね「あなたは私と東京に行きます」なんて言ってや、ねうん、りますけども彼らは英語語の発音でで日本語ををってるから我々は違和感を持つわけです逆に僕らが日本語の発音で英語をしゃべると当然向こうは違和感を持つわけですので直しちゃいましょうね。はい、じゃあ P の発音ですね。まいりますよ。 Please have your tickets and passport ready when you board the plane. Passport. Please have your tickets and passport ready when you board the plane. Passport. Hi. Please keep the sink clean at all times. Please keep the sink clean at all times. Particularly, が出てますよね。はい次ですね。W の音ですね。どうぞ聞いてください。今度アメリカ人だけですけども聞いてみてください。Which tickets does the woman want? お気になりましたかウーマンと発音してませんね。ウォーマン。ね、この言うてますね魚の。魚屋さんの野郎みたいな。ね、これですね。じゃあね、このこのナレーターのね、ウォーマンを聞いてください。ウォーマン。ウォーマン。ウォーマン。いいですね。はい。 よろしいでしょうかじゃあ、全部の音が入ったセンテンスがここにありますので、一回聞いてみましょう。何回も見ますけど、先ほど、皆さんはこれ、ぜんぶ、ダウンロードして、日米、え、え、日体やくねつがありますので、どうぞ、これ、皆さん、どね、勉強にしてくださいね。Ms. Cooper and Mr. White are the possible candidates for the manager's position。Ms. Cooper and Mr. White are the possible candidates for the manager's position。いいですね。はい。 ホワイトじゃないんですよ、White White、なんですよはい、ね、これもね、えー、と前回6月にやりましたけども「母音も英英語語のの口とと舌を使わないとダメです。ねえー、前舌中舌口舌」後と書いてますけども読んで字のごとく「前舌」というのは舌を前に持ってくるつまり前といったらどこだというと、ね、前の「歯に軽く舌が触るような、ね、感じが前「前、ね、舌」そこからちょっと話すのが「中舌」もっと話すのが「口舌」って感じですね。 はい、で指2.5本って書いてますけどもこれ実はね音声学的に言うと「反広墓院」ン「反ボインというふうな名前がついてるんですがそんなのことを覚えなくてもいいので2.5本つまり見てくださいね指2本分を口に入れてちょっとね隙間があるぐらいで2.5本になりますのでこのぐらいの口を開けていただいて舌を前に持ってくると「えええ,えって音が出ます。 ちなみに皆さんね下の位置とか、ね、口の形が重要だということを分かっていただくためにその口下を前に持ってきて口を開けた状態でうっと発音してくださいえええっと出ないんですねつまり皆さんの口っていうのは楽器なんですねこの楽器を使いこなすのにわざわざアメリカイギリスに行く必要ないわけです日本でできますはいやりましょうねはいじゃあ前説のところで口2.5本分開けていただいてやりますよはい Hat, cat, ターはいその下をちょっと離してくださいそしたら「あああという日本語の「あ」とはちょっと違う音になりますね「あねこれでやると「ト、カット、ラック、パぽー、こういう音になりますいいですかはいその下をもうちょっと後ろに下げていただいてやるとねで口を2.5本に戻しますそしたら「ああ あっていう音になりますね。あともう音もつかないような音になりますね。実はこれアメリカ英語のね音なんですけども、それでやるとね、日本で日本語でホットホットとか言ってましたで、ね、しもう口をもしっかり開けて下をぐっと下げていただいてやると、hot、caught、lock、<Lock, S 2> potter、こういう音になるわけですね。 はい、これは前回もやったわけですけどもじゃあ今日はもう一つプラスしましょう、ね、この口舌を使って指2.5本じゃなくて指3本分もうちょっと開けていただく、ね、英語そこまで開けないと出ない音があるんですねそれの音,音はどういう音かというという、ね、これどういう時に使うかというとまずアメリカ英語の時の箱の発音「b ックス」「ボックス」の時にこの音を使います。 それともう一つあります。イギリス英語の、ね「尋ねる」「尋ねる」ね「アスク」ですよねイギリス英語で言うと「アースク」「アースク」「アースク」「こういう音に変わります」ね、はい、よろしいでしょうかだからそういったとこも使うんだということは別にアメリカに行こうがイギリスに行こうが学ぶことじゃありませんので日本でできます。 はいじゃあ実際に聞いてください。このね、イギリス人、お答えしておきたいんですけど、このイギリス人の方、ちょっとね、お若い方なんですね。で、お若いイギリス人は最近、ちょっとアメリカ英語に偏りつつあるので、いわゆる昔から言う、クイーンズ・イングリッシュとはちょっと変わってきてるかもわか,かりません。だけど、アメリカ英語にはなっていません。ちょっと聞いてください。We must kindly ask you to make your payment no later than January 15th. We must kindly ask you to make your payment no later than January fifteenth. Stagane, good to Shirin Sagatir, just to mind that they don't ask you, ask you, but you got a choose at the Chicago to understand. More to the good to hear Ask you, ask you. May I ask you a question? Ne, on a Please ask the concierge for more information. Please ask the concierge for more information。はい、よろしいですね。はい、ではえっとそうですね、時間もありませんので、ちょっと飛ばしま、しょりまして、このね、今日なんか特に weather forecast ね、天気予報っていうのは今日大事ですよね。はい、この forecast がどうなるか聞いてください。The present weather forecast does not seem favorable for our weekend plan. The present weather forecast does not seem favorable for our weekend plan. Weather forecast. Weather forecast. ね、えー、今日はね皆さんね聞いてください。では今からちょっと皆さんね、えー、まあ抜き打ちテストうわっと言われそうですけれどもね抜き打ちテストやってます。ちょっと聞いてみてください。聞き取ってみてください。I wasn't scheduled to meet him. 何でしょう今の。このこの女性みたいな顔してるんじゃないですか皆さん。ねはいじゃ 種明かししますね I scheduled to meet him. ね、こういうことなわけです。I wasn't scheduled to meet him。これが皆さんがスケジュールというのが皆さんが習われた英語の発音なんですけどもイギリス人の割と年配の方はこれを、ね、間違いなくシェジュールと発音してきます。若い方はスケジュールというふうに発音するみたいですね。この,このナレーターの方はね 一緒にあのお仕事したんですけどもこの方はもうご自分で「シェジュール」と発音するのがものすごく何か嫌そうにするのでどうしていやもうこ,んなこんな発音したことないと、ね、年配の人しか言わないこんなことはと、ね。ところが皆さんトーイックではイギリス人のナレーターオーストラリア人のナレーターは必ず「シェジュール」と発音してきれ取ますので皆さん覚えましょうね発音できる単語は聞き取れます。 ね、はいやっておきましょう。お手洗いで十分です。はいじゃあ行きますね。実際に聞いてくださいね。A new terminal is scheduled for construction at Heathrow Airport。Heath はい。何回も言いますけども、トーイックのね、テストの中では、s c h e d u l e と、イギリス人と、ーイギリス人と、ーターを発音していきます。もう一つあります。 はい、この単語ですね、皆さんよくご存知のアドバタイズメント、広告ですよねアドバタイズメント、はい、これも聞いてみましょう I am writing in response to your job advertisement for the position of manager I am writing in response to your job advertisement for the position of manager 聞かれましたかアドバタイズメントになっているわけですオーストラリアとイギ、えー、とごめんなさいイギリスとオーストラリアはアドバタイズメントを打算してきますもう一回聞きましょう Job advertisement

I wasn't scheduled to meet him。はい、よろしいですね。はい、実際に toeic の公式問題集でこのスケジュール、試写場っていうのが。リスニングのみですよ。これ何回出てくるかというと、七十回出てくるわけですね。はい、公式問題集七冊ね、えー、これですね。こういうやつですね。七冊がある出てるんですけども、ね、えー、これね、あのリスニングのみで、ね。 まあ七冊のうちで七、ね、冊でつまりあのテスト二つ入ってますよねえー、っとかける二ですので十四回のテストの中に七十回リスニングだけで出てくるということですねそのうちのねで十三回がイギリス発音シェジオオーストラリアも十二回シェジオで来るわけですねだからねあのまあね。 かなりの量ですよね。ですから、鹿のマークですね。今度は黄色い鹿のマークを出してます。ので出るかわかんないよ。来るかもわかんないよ。気をつけとこうね。ほでもう一つですね、えー、この丸ベヨンで丸にテスト2体でこの丸2っていうのはどういうことかというとね。ここの番号のことですね。ここの番号だから、その下のええ a4 の丸1っていうのはこのね。この1という意味を出していますね。0っていうのは何かねというと、公式問題集で旧形式から新式形式にね。 え移行した時のこれ番号打ってないのでこれゼロというね便宜上読んでいますので、えー、どうぞ、ね、よかったらと写メ取ってくださいねよろしいですかはいアドバティスメントア t バティスメントこれもそうですこんな感じです22回こんな感じな、まあ、ちょっとねイギ,リスイギリス人のナレーターは少ないみたいですけどもそれでも合計で6回ア t i s e スメントなわけです、ね、4分の1以上の確率なわけですね ええ、気をつけておきましょうね。しかマークです。はい、最後に弾音というね、えー、音をやっとおきたいと思います。これは。アメリカ人、アメリカ英語を、えー、が好きな方、アメリカ英語に慣れておきたいって方、特にやりましょう。で。ちゃんと toeic にもちゃんと出てきますので、やりましょうね。どんな音かというと。t. の音が絡むんですけども、t. の音が母音で挟まれた時に、ね、t. か。 どうかわからない。エル R アールのような音に変わってしまうというのをダウンと言います。こんな,こんな感じです聞いてみてください。Could you send this letter by express mail? By express mail? はい、いいですね。手紙 letter。ね。アメリカ英語では、letter。ところが、イギリス英語では、letter。letter。こうなるわけですね。はい、もう一つ聞いてみましょう。 There were too many audience members for the theatre. There were too many audience members for the theatre. Yes, The theatre. theatre. I'm afraid that we have to cancel our meeting because of an urgent matter. アンフ n イダーウィハト e ンセル n ウメイティングビカセオゥアンウジェン Matter. matter, matter はい。では、ダ音を練習してみましょう。はい。先、え、月、ー、ながら私がやりますので、えー、まず、えーと、イギリス英語から行きましょうかね、はい。イギリス英語の方からやってみますので、イギリス英語のコツっていうのは、t をしっかり発音して、r の音はあんまり出さない。ね。そうすると、出ますので、行きますね。はい。行きますね。Better. バター、レター、ヒッティング、パターン、パーティー、シティ of the letter was sad. こんな感じですね。これがアメリカ英語であるところがダウンになってきます。こんな感じですね。バター、バター、レター、at a l ング、パターン、パーティー、シ l f ー、f the letter was sad. こうなるわけです。 はいねえー、ですから、ね、両方ともに慣れておいた方がいいわけですけどもね弾音っていうのはあまりイギリス英語には聞けない、えーえー、現象です、はい、だから「better」って発音と「better」ね「pick it up、ね」これがアメリカ人カナダ人が呼んでいると「pick it up、ね」えー「pick, pick, 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 pick it up」「pick it up」のように聞こえるわけですね。 皆さんがよくご存知ののアナにてましたねあれ実は弾音です Let it go ね,、はい、ねこれもももももはは、ね、変数で on でも off でででいいいんすすすすけどこここれれれににるとンのように聞こえます、ねはい、これは参考文献公式問題集と、ね、あとはこ,の、ね、こういった文を参考させていただきました。 はい、みなさんどうもありがとうございました。Thanks hey, eh a lot for your kind attention. I hope to see you around in the near future. Thanks a lot for your kind attention. I hope to see you around in the near future. ありがとうございました。